ビュルテンベルク王家の居住の中心であるドイツのアルツハウゼンの宮殿の門に掲げられた王家の紋章。ビュルテンベルク博の紋章1495年の広告昇格の際にエーバーハルト一世によって採用された紋章。ビュルテンベルク君主一覧では1918年まで続いた博から王までのドイツビュルテンベルクの君主を列挙する。ニュルテンゲン条約で ビュルテンベルク博は、シュトゥットガルトに拠点を置く、ビュルテンベルク・シュトゥットガルト系統ラフ派に拠点を置く、ビュルテンベルク・ラフ派系に分かれた。1482年のミュン人原条約の結果、二つの系統は、エーバーハルト5世の下で統一された。1495年にエーバーハルトは、ビュルテンベルク港に昇着した。1803年に、ビュルテンベルク港は、先定港に昇格した。 1806年に帝国は崩壊し、ビュルテンベルク選定校は独立した国王となった。ビュルテンベルク王国は1918年のドイツ革命で消滅した。1921年のビルヘルム二世の死によって、サリカ法天下で男子の相続人が絶えたため、祖先のフリードリヒ二世を意見まで遡る必要に迫られた。ウラッフ後継は帰戦結婚により除外され、 アルツハウゼン系が継承することになった。フリードリヒ2世、オイゲンの他の帰遷結婚による子孫に、イギリス国王ジョージ5世の日となった、メアリー・オブ・テックがいる。ビュルテンベルク家は現在でも続いているが、政治的活動は長い間行っていない。ありがとうございます。